い、皆さんこんばんは。2日遅れの仮面ライダーセイバー会ということになるんですけれども、まあちょっとね、今回のお話に関してはまずプリミティブドラゴンワンダーライドブックをめぐる三つどもえのお話と、プリミティブドラゴンの中に眠る謎の少年は誰なのかということでやっていきたいなと思います。ニヤニヤチャンネル。でですね、まず先ほどお伝えしたプリミティブドラゴンワンダーライドブックをめぐる三つどもえについてお話ししていきたいなと思うんですけど、まあ、ソードオブロゴスですね、ソードオブロゴスチームとトーマチーム、メギドチームで、これをめぐった今後バトルなどが行われるんじゃないかなと思うんですけれども、まずですね、この行こうとしてトーマチームはこれを解析する、そしてマスターロゴスは一旦トーマに持たせておく、メギドチームからしたら取り返したいものとなっているんですね。そしてソードオブロゴス側、このマスターロゴスは、まあ、一旦トーマに持たせておこうぜということなので、まあ、今すぐ回収する必要はないよとおっしゃってるんですね、このマスターロゴスさんは。これはなんでなのかというところもあったりするのと、テレビくんやテレビマガジンとかにはもう出てきてるんですけど、この暴走モード、ここちょっと内容入ります。なのでちょっとね、今後の展開とネタバレ要素が含みますので、聞きたくないって方は数秒スキップさせてください。ではネタバレ要素ちょっとお話ししていきますね。で、このプリミティブドラゴンの暴走モードを抑えるアイテムとして、今後エレメンタルドラゴンワンダーライドブックっていうのが出てくるんですね。なのでおそらくこのエレメンタルドラゴンワンダーライドブックっていうのが、今回のお話と前回のお話でトーマがルナからもらった本が共鳴していた、あの本がこのエレメンタルドラゴンワンダーライドブックに変化するんじゃないかなと思うんですね。で、このエレメンタルドラゴンワンダーライドブックが出てくるのをマスターロゴスは待っているんじゃないかなと思っております。はい、ここからネタバレは含みませんので、もう帰ってきてもらって大丈夫です。まあ、メギドチームからしたらやっぱりもともとストリウスが先に手に入れたものをトーマに横取りされたような形なので、もちろん取り返したいでしょう。ここのメギドチームの意思は分かります。そして次のシーンなんですけど、神代レイカはマスターロゴスの指示を無視してオガミさんたちに回収しろと命じるんですね。マスターロゴスの指示を無視するレイカさん、ここをちょっと深掘りしていこうかなと思うんですけど、なぜこういう行動をとっているのかと思うんですけど、で、僕ですね、結構前に鬼滅の刃と仮面ライダーセイバーちょっと似てるんじゃないかなと話した動画があるんですけれども、そこで僕が神代麗華に割り当てた役というのがこの虫柱の古城忍さん、まあ同じね、昆虫大百科というワンダーライドブックを使うので、まあ、虫柱に該当する剣士になるんですけど、で、この胡蝶忍さんっていうのが姉の胡蝶かなえさんを鬼に殺されてるんですね。で、ここでリンクさせると、例えばどうしても神代麗華メギドを滅ぼしたいと、それはなぜかというのがですね、例えば姉がいて、姉がメギド、デザストとかにね、倒されて、過去に倒されてしまってるんじゃないかなと思うようなところがあったんですよ。っていうのが、大神司さんが、以前、このね、遠影剣のろしを、煙の剣を使っていた剣士は知っているということで、で、今は誰が使っているか知らない。という点で、以前、この煙の剣を使っていた、剣士、を知ってるんですね。で、今は誰が使っているのか知らないということは、その昔煙の剣を使っていた剣士というのが引退している、もしくは殺されているという表現は良くないので、この仮面ライダーセイバーと同じ表現を使う、敵に切られているんですね。なので、昔の煙の剣士が神代麗華のお姉さん、もしくはお母さんだったからこそ、どうしても早くメギドを倒したいから
このプリミティブドラゴンのワンダーライドブックをいち早く回収してメギドを倒したいという思いがあるんじゃないかなと思いました。で、この胡蝶しのぶさんっていうのがすごい笑顔がね魅力的なキャラクターなんですけれども、とあるシーンでですね、この炭治郎が胡蝶しのぶさんのね、炭治郎っていうのがね嗅覚がすごいんですね。で、胡蝶さんに対して怒りの匂いがすると、怒ってますかって聞くんですね。なので胡蝶しのぶさんっていうのは表面上は笑顔で取り繕ってるんですけど、中身で言うと早く鬼を倒したい、お姉さんの敵を討ちたいっていうね思いが強いキャラクターなんですけれども、で新代玲香さんに関して言えば、アンジェラ・メイさんはインスタ等を見ててもすごいニコニコされたような笑顔が素敵な方なんですね、アンジェラ・メイさんは。でもこの新代玲香になると性格が真逆になっている、すごい冷たい冷酷なイメージのキャラクターを演じてらっしゃるんですけれども、これはもうその笑顔という部分を消して、もう決して笑わないキャラクターでメギドを倒すことだけに専念しているようなキャラクターなんじゃないかなと思ったりもしました。なので新代玲香さんが例えば今、ソードオブロゴスの使者として登場してるんですけど、これもね僕いずれトーマ側にねつくと思うんですよ。これも前回のねライブの時かな、じゃあ新代玲香、仮面ライダーサーベラについてお話しした回でも話してるんですけど、まあ仮面ライダービルドであれば、仮面ライダーローグであったり、仮面ライダーゼロワンであればサウザーであったり、滅びジンなどもともと敵側だったんですけれども、心をね入れ替えてサウザーは映画ではねすごいいいキャラをされてたと思うんですけれども、この新代玲香に関しても今後おそらくトーマ側何かしらこのメギドとメギド対剣士チームの中の剣士の一人になると思うんですね。なのでそういう時はそうなった場合は本当の笑顔を取り戻してすごい、ね、ニコニコしたようなキャラクターに変わるんじゃないかなと思ったりもしております。はい、でちょっと長くなったんですけれども、この次少年、プリミティブドラゴンのワンダーライドブックを開く時にザザッとトーマの記憶の中なのかちょっと分かんないですけど出てきたこの謎の少年なんですけど、これ一瞬僕トーマの幼少期だと思ったら、まあ、全然違うんですね。トーマの幼少期の少年っていうのがこの少年、これ一緒に写ってる隣に写ってるのがケントの幼少期なので、この少年はトーマでもなくケントでもないということが分かるんですよ。で、じゃあこの謎の少年が着てる服が青かったから、この襟元がね青いから、あ、青といえば凛太郎かなと思って、凛太郎の幼少期もね出てきてるんですけど、見たら全然違う子なんですよ。ってことはまずこの少年っていうのがトーマ、リンタロウ、ケントの幼少期ではないことは確定してるんですね。でクレジットでは、ね、名前が出てきてるんですけれども、まあ、謎の少年という形でね表記されてるんですけれども、この少年は一体誰なのかっていう、でいろいろ YouTube とかもね僕見たりするんですけど、ちゃんこさんがですね、このトーマが持ち出してきた本の物語をちょっと解読されてたので、ぜひ皆さんこのプリミティブドラゴンってどういうお話のワンダーライドブックなのかっていうのを知っていただきたいので、概要欄の方にこのちゃんこさんの動画載せてますので、皆さんぜひ一回見てきて、このプリミティブドラゴンワンダーライドブックのストーリーをちょっと把握して今後のストーリーもね楽しんでいっていただければなと思います。ということで本日はこちらで以上となるんですけど、だから今後この新代玲香の素性がどんどん分かってくると思うんですよ。家族構成であったりとか、先代の煙の剣士は誰なのかっていうのが出てくるんですけど、ここは例えば親族だと予想させていただきたいなと思います。ということで本日はこちらで以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。